12月10日7時4分の相場解説、今日もやっていきましょう。これ1時間足ドル円でございます。昨日私がですね解説したのはどこだったかと言いますと、どうだったかな、見失ったな、どこだったかな。まず2株ラクダからいきましょうか。2株ラクダはねこういう風になっていて、その後こういう風になることが多いんだよみたいなことをね言いましたけども、これは私の勝手な名付けですよ。双子ブラクダってのは双子ブラクダはなんないですね。なんなかったんで、エントリーもできなかったんで損もなかったんですけども、こういう風に動いてきてですね、さらにその後ですよ、その後まあうまくいかないのはねここなんですよね。ここで窓を作ったんで、こっからね買いでエントリーしようと思ったんですけども、なかなかね上の方に行かないんで、エントリーする場所をなんかね見つけられなかったんですよね。そのうちに下がってきたんで、ああもうこれはダメだなと、下がるに任せるのかなと思ったらまた上がってきましたよね。ということでエントリーのし損ねたということでございます。まあしてたらしてたでロスカットだったんでいいんですけどもね。ちょっとね今日はね15分の方見てみましょうか。珍しく15分で分析すると、ここがほら窓を作ったところですよね。で窓を作った後におそらくエントリーしようかなと思ったのはこの辺なんですよ。で上昇すればエントリーだと思ったんですけども、なんか上がらずに下がってきたんで、下がってきてですね、どこで一体上に上がるのかなと思ったら下がっていったんで、ついにですねもうねエントリーするポイントを失いましたね。ここで変えればよかったんですけども、そんな力量は私にありませんで、そのまんま指を加えて見てないんですけどね、正確には見てなかったという、この間は深夜ですんで見てなかったんですけども、今結局同じ水準にね戻ってきたなと思いますね、昨日見てたところと。さあここからが勝負じゃないですか。一旦下がってここで回復してきたってことは、やっぱり上昇に転じるんじゃないかなと思うんですけども、この買い一点張りはちょっとしつこいですかね。まあでももう一回だけ買いに行かせてもらいましょうか。こちらからチャートバー15分が上昇していったらここまで買おうかな。ここまで、ここまでね取っていきたいかなと思いますね。でもまあ取れて10ピップスなんでエントリーしないかな。これは10ピップス狙いにはいかないですね。さすがに10ピップス取りに行くのに3とか4ピップスの損切りを許容することはできないですね。やっぱできないですね。エントリーはしません。今日もすいません。では以上のような振り返りになります。今日はねあんまり儲けよりもリスクの方がでかいですね今日はね。では失礼します。